はい、皆さんこんばんは。高幸です。今日はですね、ある動画についての感想をですねお話ししたいと思いました。先日ですね、旭川から手を引きますという動画をアップさせていただいたんですけども、その動画にですねたくさんの反響をいただきましてですね、なんといいねがですね1588件で、再生数もね1万4000回というたくさんの方に見ていただいてるんですけども、コメントのやり取りもですね344件ということで、たくさんの方からコメントを頂戴しました。この動画についてはですね、視聴者さんに向けてというよりかは反対勢力とかアンチに向けての動画だったんですけども、結果的にですね私の仲間とか旭川の事件について真剣に考えられている方、そして一時期はね旭川事件に取り組まれてたんですけども、一時的にですね事件から離れてしまった方とかですね、たくさんの方がこの動画を私がアップすることによって戻ってきていただいたっていう動画になったんですね。それなのでこれだけのたくさんのいいねがね詰まったのかなと思いまして、本当にねありがとうございました。この動画を上げてね、私もかなり批判されるんじゃないかなっていうふうにね覚悟した上でアップしたんですよ。もちろんアンチの皆さんは批判してるんですけども、仲間うちのね旭川事件を何とかしたいというふうに思われて活動されている方の皆様からはですね本当に応援の声をたくさんいただきました。やめないでくださいとか、これからもね応援してるよっていう声がね非常に多かったです。そして、いろんな事情があってねいろいろ攻撃されたりして旭川事件から遠ざかってしまってたアカウントの人たちっていうのも久しぶりにですね私にですねコメントを入れていただいたりとか、 LINE メッセージとか Twitter メッセージとかいただきました。あの動画は旭川のね事件をどれだけの人たちが真剣に今でも思ってくれてるのかっていうのを試すって言ったら言葉が悪いんですけども、確認する意味での動画でもあったんですよ。この動画を私が上げて、旭川から手を引きますという動画を上げてあまり注目されなかったとか、もしくはね全然再生されなかったっていうことがあれば、正直なところ旭川事件風化してしまっているんじゃないかっていうようなね心配があって、私はねどうなるかなっていうふうにね心配しながら見てたんですけど、結果的にはね、動画を出した後たくさんのね反響を感じまして、皆さんね今でも真剣に考えられてるんだ、私のことをね応援してくれてるし、皆さんもねいろんなね活動をされてるんだというふうにね実感いたしました。まだですねその動画を見てない方がいらっしゃいましたらね、この動画を見ていただきたいですし、コメント欄にねたくさんのね人がコメントを書き込んでくれているので、このねコメントの方もぜひ見ていただいてですね、皆様で、やり取りを、していただけると嬉しいです。このね、旭川いじめ事件まだまだ風化していなかったし、これからもね風化させないっていう活動をね私は続けていきたいと思っております。そして、事件のね、真相解明ですね、そう簡単に解明ができるとは思ってはいませんが、この事件をね追い続けることでどこかでね、糸口が見つけられるんじゃないかなとね思っております。私もねこの YouTube チャンネルの活動だけではなくて、いろんな人たちと一緒にですね様々な調査をしておりますので、このね、動画にはできないですけども分かってきた部分っていうのはいくつかあるんですよね。ですのでね、皆様もこの事件を風化させないようにね一緒にご協力いただき、一緒に戦って
行っていただけたらと思います。ではね、今後もですね、高行ツイストクラブチャンネル応援のほどよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。じゃあね。そうか、ごめんね。隣になった事件ってご存知ですか？